オチボヒロイは1857年にフランスの画家ジャン・フランソワ・ミレイによって描かれた油彩作品。ニコラ・プスさんにも同様の絵画があるように、オチボヒロイは農村の貧しい人々の姿を描いただけでなく、旧約聖書のルツキに基づいた作品である。1849年6月に、 パリの政治的混乱やこれらを避けて、当時芸術家たちの集まっていたバルビゾン村に疎開したミレーが描いた農民画の一つで種幕人、万象と共にミレーやバルビゾン破壊画、1857年にサロンドパリに出展され、現在はパリにあるオルセイ美術館が所蔵する。フォンテーヌブローの森の外れにあるシャギの農場が描かれている。 借り入れが終わった後の畑に残った麦の本、拾い集める三人の貧しい農夫が描かれており、二人は正面を向いて腰をかがめ落ち棒を拾い、数とは背中を向け、手には落ち棒を持ちやや腰を曲げて立っている。背景には穀物がうず高く積まれ、豊かな地主が馬に乗って労働の重苦しさを描きながらも、明るい朝の太陽に照らされた美しい色彩が、壮麗に描写されており、 ルソンが17世紀オランダ派やニコラプスさんから受けた感動の影響が認められている。日本の生前と株の上ったいなどと違い、欧州の麦畑は同じ未来の種マック人に見るように畑に種をばらまき、育った株を殻の長いかまで立ったまま投ぐように刈り倒す。これをフォークで集めて脱穀するのだが、その際、集めきれなかった落ち葉が多数地面に残される。当時、 旧約聖書のレビキに定められた立法に従い、麦の落ちぼ拾いは農村社会において自らの労働で十分な収穫を得ることのできない、家父や貧農などが命をつなぐための権利として認められた観光で畑の持ち主が落ちぼを残さず回収することは今占められていた。落ちぼ拾いの光景は未ーの故郷で土地の痩せた北ノルマンディ地方では、 見られず、肥沃な社員地方に移住した後に体験した感銘を描いたものであると考えられている。また、同時期には同じく、旧約聖書、ルツキの一場面に由来する仮入れ人たちの休息を手がけており、農村社会での助け合いを描いている。バルビゾンに移住していたミレは、1850年にサロンに出展した種膜人以来は、農民が多く手がけている。 アルフレッドサンシ a のミレー電気によれば、1851年末から翌年にミレーは、ういうのあったパリの建築家、アルフレッド・フェードから連作、四季の注文を受けている。フェードのコレクションのうち、どの作品が四季に含まれるのかは、議論があるが、アレクサンドラ・マーフィーによれば、ぶどう畑にて、春、落ちぼ拾い、夏、リンゴの収穫、秋、焚木集め、 冬の伝統的な季節ごとの農作業を描いた、油絵作品4点であるという、1853年に、サロン出展作とほぼ同じ構図の、落ちぼ拾い、夏を完成させている。1857年に寒天に出品するが、落ちぼ10という情景の画題は、保守的な批評家から題材が癒しく貧困を誇張しているといった非難を浴び、仮想民の運命の三女神と揶揄された。 その一方で、1848年革命への影響を受けて対頭してきた革新的な批評家からは、逆に権力への戦いを深い読みされて評価されて、しまうという誤解も受けた。落ちぼ拾いは、フランスの麦、春、小麦といわれる小麦の夏の農作業に収穫でなく、落ちぼ拾いをする貧しい人々に着眼しており、ミレイは、フェードの注文を受ける、以前のバルビゾンへ移住した当初から、 クレヨンやチョーク画による落ち葉を拾う農夫のデッサンを行っている。式のうちでも特に未来の思い入れが存在する作品であると指摘されており、バルビゾーに移住した年の夏から構想し、当初は連作に加えるための制作ではなかったとも考えられている。フランチェスコ・アイエツが1835年に描いたルーツが有名である。ヨーロッパで用いられるカマは、 家畜の資料となる牧草を狩るための柄の長い大釜と麦棒を狩るための実の落ちにくい小釜があるが、堺州に水車、風車、機関車、ありがとうございます。